はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン、ジャンドと見せかけた多分ゴルガリタッチアカぐらいの、洞窟デッキになります。はい、結構最初の方に上げたのかな、アリアクセスだったかなくらいの時に、まあ1回上げたデッキだと思うんですけど、まあそこからちょこちょこブラッシュアップしてっていう感じで、まあ今風に作ってきた感じですね。はい、で、もともと洞窟デッキって別に弱くないんですよ。結構強い方のカードだと思ってて、はい、まあ今までね、まあこういう土地デッキだとゲートデッキとかがあったと思うんですけど、そこに比べてサポートカードがめっちゃ強くてですね、はい、まあ多分一番強いのはこのコズミウムの合流点なんですけど、5マナソーサリーで、まあ以下から3つ同じモード2回以上選んでもいいですよっていう効果で、まあ洞窟カード1枚タップ状態で戦場に出すか、自分のね洞窟1回をプラス1カウンター3個向けて、まあ、00のエメンタルクリーチャーにするか、エンチャント質を破壊するかの、まあ、3種類選べるカードの1つなんですけど、まあこのカードが5マナで土地3枚出せるんですよ。はい、で、まあ、これで何をしたいかっていうと、例えばこの洞窟探検とかからスタートした時で、まあ3ターン目に洞窟探検を置いて、例えば洞窟とか置いたら4点ゲインしながら1枚渡すと、次のターンにこれ打つとアンタップインの洞窟が3個並んだ上にめちゃくちゃな盤面作ることができると。で、じゃあこのカード洞窟なんかデッキからね出し終わったらどうなるかっていうと、まあ、エンチャント破壊するか、まあ、そもそもねこの洞窟を三々にできるってことで、これ5マナ救急速攻に、まあ、速攻に近いことかなができるんですよっていうのがめちゃくちゃ強くて、で洞窟ってね、まあ、ゲートとかとも同じようにこういう全体除去もあるんですよね。はい、まあ、ゲートの方が3コストで使いやすかったんですけど、まあ、こっちは4コストの代わりに墓地参照もできるしプレインズウォーカーにも当たる形っていうのの差別化自体はできてるのかなとは思います。3コストが良かったですけどね。はい、で、まあ、ただねこの緑と赤だけだったらさすがにちょっと初動が弱いというので、ちょっと黒もタッチして、まあ、黒で除去をしながら、まあこの洞窟において一番最強のクリーチャー超巨大ヒルを使ってね、はい、このカード8マナ55のハンコンっていうね結構いいステータスしてるところに、墓地と盤面にある洞窟の数だけコストが減るっていう効果なんですよね。なんで例えばなんですけど、この壊滅的な陥没とか適当にぶっぱした後にこのカード置きやすいんですよね。はい、低コストで置きやすいっていうのがあってね、まあここら辺でライフゲインしながら一応アグロ耐性を持たせながら、まあ執念の特目だったりとかこの辺で除去しながら戦っていくっていう感じのデッキになってます。はい、なんでまあちょっとねさすがに今の BO1 のめちゃくちゃ速いアカタンだったりとかに対して後手引いた時とか結構厳しいですし、まあアズリウス LO とかには勝てないんじゃないかなとは思うんですけど、まあそれでも非常に強力なデッキなんでぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率多分6割ぐらいじゃないかな。もう赤弾とかに当たっちゃうと引き殺されることが結構多いイメージですね。こんだけ除去積んでるんですけどね。まあ、ちなみに私が赤弾と戦うときは、赤弾相手にマリガンした上で、しかも、ね、フラット起こすというか、スクリュー起こす形になりますね。あと除去引けません。こんだけ積んでるのにね。はい。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、マリガンですね。土地3枚4枚ない手札はマリガンでいいと思います。これはキープかな。全体時給1枚戻しましょうか。うん。この謎めいた洞窟が一応アクティベートできると思うので、まあ、青黒とかに対してもある程度は動けるかなとは思いますね。まあ、できれば追加で土地が1枚欲しいんですけど、これ、あれかな？最近なんかちょこちょこ見る、青タンの忍者とかが入ってるタイプのデッキですかね。あ、オッケー。これ一応次のターンにコズミウム合流点が使えますね。このカードめちゃくちゃに強いんで、思いましたけど、シュタメが飛んできましたね。うん。まあ、もうしばらくは大丈夫だとは思うので、ライフ的には相当余裕がありますからね。モンドラク！面白そうなデッキですね。ええー。まあ、私の方は一旦、まだバカみたいに増やします。まあ一旦これと、まあ、あとは適当にこの辺でいっか。うん、でエンドでいいと思います。モンドラクなかなか面白そうなことをしそうですね相手。うん、これねコズミウム合流点
最近にしては珍しくアーティファクトは破壊できないんですよ。そこがちょっとあれですね。うん、まあ言うてではありますけど、一応こっちもできて、まあファクトの破壊自体は可能ではありますし、まあ、モンドラクが残っちゃうのはちょっと嫌なとこではありますけども、うん、全体除去、まあ一応持ってこようと思ったら持ってこれはするデッキではあるので、まあ一旦ちょっとこれ打ちましょう。書き消しは受かってます。うん、書き消しはなかった時はちょっとめんどくさいかな。まあそれなら亀まで置きましょう。いやこっちの可能性があるのか。そうですね、うん、まあとりあえずマナはいっぱい並べておきましょう。エンド2コス軌道だよね。うん、2コス軌道をまあ1軽減ができるんで、これ44ですか。スクーナー戦ブロックできますね。うん、パシアの艦隊、まあパンプアップしないなら大丈夫ではありますし、地図トークン切ってくるかな。あ、切ってこないですね。うん、まあとりあえずこれは見ましょうか。あー、なんか面白そうですね。うん、やっぱりコスト軽減とパンプアップの効果でサイズ的には勝ってるんで、ほいブロックしましょう。443、12、15点まで、15点まで入れていいんじゃないですか。次のターンに相手に勝ち切らね、あ、って寝かされ上がりましたね。まああとちょっと暇なんでこの辺切っちゃってもいいかなと思います。うん、この時暇だったらこういう風に切っちゃって問題ないので、お、亀が追加できましたね。先にやっとくべきでした。まあ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 、ほい、エンド D かなと思います。でこれのあの土地の起動効果ですね、こっちの方にも効果があるので、うん、この辺含めても結構悪くない状態かなと思います。この状態から次のターンミシュラン3体が殴れるんで、うん、さっきはねミシュランがミシュランを寝かすとかいうとんでもないことをされましたがね、あのこっちの起動効果を無駄に持っているせいでね、あのなんだっけアリーナくんがねまた自動車から寝かしたんで、これもう4点くらい入ってるはずですからね。でまあこっから先なんですけど、開花の亀のおかげでこいつらが次55ですね。てかゼロコス55かな。うん、1以下になんないみたいなことはなかったはずなので、なんでこれがゼロコス55ですね。ゼロコス55が3体いるんで、こっから殴っていけば大丈夫かなと思います。でまあ相手の方に対してもね、しっかりとブロッカー立てれないのであればこっちから切り崩しで大体何とでもなると思いますし、まあ、そこの44ぐらいはぶっちゃけ殴られてもね大丈夫ではあるんで、うん、今は亀の方が大事ですね。何も出ないなら特に問題はないですし、これは無色黒2度で起動でいきましょう。3コストですからね。で結局手札に変えましょう。危ないですね。はい、まず謎めいた洞窟をクリーチャー化して殴りましょう。うん、放浪王とかも大丈夫なはずなのでフルパンでいいかな。もう亀一応死んでも大丈夫ですね。うん、死んでも大丈夫なので殴りましょう。バネジかけ、これなら OK。 むしろ亀捨てられる方が面倒さかったですね。ほい、耐えてはいる、チャンプして耐えてはいますか。うん、チャンプして耐えてはいますね。これは洞窟メイター大口を、あ、
4枚になります。はい、スクーナー戦でアクティベートしてブロックしてあげるとこの44が残った形なんですけど、まあまあいいでしょう、うん、私じゃないんで、まあこっちももう一回起動していいかな。はい、まあ、ここで昨日楽しいところはここですからね。もう好きなだけ好きなだけ動きましょう。エンド、ここにゼロコス5号がもう一回いるのと、まあ開花の亀が両方死んでもこいつらが動けるんで、まあさすがに勝ってるかなと思います。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手、一応4ターン目ヒルの手札なんですけど、4ターン目ヒルはさすがに弱いですかね。割り勘しましょう。タップインタップインタップインなんですごい重い手札ではあるんですが、いやまあ中心角捨てるしかないかな。うん、まあ赤タン相手には勝てなさそうな手札なんで、赤タンが来たらほぼ諦めムードな感じになるかなと思います。ほぼ諦めムードですね。はい、あとはアンタップインの土地さえ積もれれば結構楽に動けるんですけど、どうですかね。何でもいいのでアンタップインさえできればいいんですが、色はもうありますからね。ああもう完全に赤タンアグロっぽい雰囲気を醸し出してます、ね、はい、エルドン、まあ後手の時点、あーとりあえずアンタップインは引けましたね。ギリギリなんとかなる可能性が出てきました。うん、3点オールは打てるので魅力的なスパン、ヘルドンにくっつける可能性はありますけど、4点巨怪な怒りっぽいな。火遊びよりは巨怪な怒りっぽい雰囲気はありますね。これ例えば一旦洞窟3軒いきましょう。まあ火遊びなら火遊びで大丈夫ではありますね。うん、ボトム、まあ、ワンドローをセットランドで4点ゲイン。一応次中心角の別件を置きながらっていう置きもできますね。ただまあそうするとフェルドンがちょっとサイズ上がっちゃってめんどくさいことにはなるので7点。いやフェルドンもね、あのちょっとデカめの打点で焼くことになるんで、あー切り崩し引けるならか。うん、これ先置きしました。相手のフェルドンね、まあこうやってねめくられる枚数自体は増えるんですけど、切り崩しの方が大事なんでゴドリックはきついですね。これもう1枚トップから、あーいやまあもう1回多分打つしかないですね。うん、まあここは一旦切り崩しでなんとか返せるターンかなと思います。ライフゲインをしたいのでできればもう1枚だけ欲しかったんですけど、まあ一応これはこっちからいけるか。うん、アンタップイン、火遊びとかライボルとかもう受かってないんでカメ置きます。うん、火遊びとかもう受かってないですからね。ライボルも受かってないので、まあ救いは受かってるんで、救いは受かってるんでまあこっちでいいんですけど、できれば洞窟ランドが引けると OK、 でかい。これ積もれれば一応4点ゲインまではいけるんでいいですね。超巨大ヒル完璧です。これは、開花のカメラ殴りましょう。超巨大ヒルがハンコン持ってるんで、まあライボルライボルとかだったら普通に負けますけど、もうその辺どうしようもないですからね。魅力的な圧巻。一応このターンなら火遊び、一応これ宝物出された上でフェルドンっていう負け筋はあったんですけど、そうですね、このターンならギリセーフかなと思います。対戦で投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。
はい、対戦よろしくお願いします。まあマリガンですかね。土地の枚数が足んないです。あのこのデッキ土地26とか7ぐらいのはずなんですけどね。なんでこんな引かないんですかね。これはまあキープなんですけど、まあヒル1枚残しますか。のど首欲しい気持ちはすごいありますけどね。いや一応こうでもいいか一応ね、対アグラだった時にこういうキープの方がいいかなって思います。はい、中心角の別件から打ちましょう。ヒル出るのがちょっと遅くなりそうな感じの手札ではありますね。うん、清潔。まあこのデッキはヒル使うのが一番強いデッキではあるんで、うん、はい、どうしよっかな。初動に除去打っちゃったら打っちゃったな気がしますね。うん、まあラリコッパイもありますし、一応打ったら打ったかなと思います。アンタップインの洞窟が引ければヒルが出ますけど、エンド。まあこのターンはラリコッパイでもそんなに問題はないかなと思います。シェオルとかが出てくるぐらいならそれで問題はないですからね。うん、まあ向こうものど首とかが腐ってるぐらいだと思うので、はい、消しましょう。ラクドスミッドレンジ、ラクドスリアニメイト、なんかそのあたりだとは思います。一旦超巨大ヒル出しましょう。はい、まあのど首かなんか飛んでくると思います。うん、まあまあここまではしゃあないでしょう。一応こっちマリガンスタートでは、ダブマリか、ダブマリスタートではありますし、まあ税決とかも一応なんとかなるとは思いますしね。土地切ったんで、土地切ってきてるので手札もう1枚土地なのかな。青デッキ6マナか7マナぐらいは欲しいはずなので、一旦洞窟探検打ちましょう。洞窟積もれると嬉しいですけど残念。ミシュランがアクティベートしてきたらミシュラン を破壊するでは問題はないと思います。ほい、まあ、洞窟拾いてこの洞窟探検でねライフゲインできればそれはそれで OK かなと思いますね。アクローゾス、じゃあこっちからいきましょう。はい、このカードもすごいカードですからね。まあ除去られたら除去られたで問題はないかなと思います。トレスパッサーちょっと嫌ですね。この時リアニ要素とかもちょっとあったりはするので、向こうから殴ってくることは多分ないんですけど、おいいとこ引きましたね。いいとこ引きましたけど、まあ、一旦クロノスは殴りますか。おいいですね、コウモリも取れましたね。じゃあこれはコズニウムでミシュランミシュランミシュランでいいんじゃないですかね。ミシュランミシュランミシュランで多分大丈夫です。エンドかな。うん、ほい、このデッキトレスパ邪魔すぎるんで後々のこと考えたら、なんでまあトレスパブロックで問題ないかなとは思いますけどね。うん、アクティベートします。まあ、ここブロックと、まあ、これ以降はライフちょっと高めに保ちたいのでブロックしてあげて大丈夫だと思います。恐竜、一応これはアクロドスがドローができる状態になったんで悪くない状態かなと思いますね。うん、4点。まあ先洞窟探検でいいかな。中心角の別件はまた別のとこに使う可能性はあるので、まあ先これ墓地から回収しましょう。はい、でエンドでいいと思います。昼間にはしておきたいですね。あ、カルノが飛んできてしまいましたね。まあ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 、ウンパーラスゴあたりが積もれると嬉しいんですけど、6点。
ラス後あたりが積もれると嬉しいんですが、残念ですね。一応ゲインから入りますか。あ、超巨大ヒル、まあ、先起動で大丈夫だと思います。のぞみ、あ、いいですね。のぞき見狙い、カルノ落としましょう。ついでにヒルを置きます。ついでに置きます。このヒルがすごいんですよね。本当にライフゲインがめちゃくちゃでかいんで、うん、このままいけるならなんとかなりそうですけど、トップのドキビ、まあ私もトップで解決したんでね、文句は言えないですね。うん、何も文句は言えないですね。お、1,2,3,4,5,6,7,8、何マナ ?1,2,3,4,9 マナありますね。とりあえずアクロゾスは殴りましょう。10マナ目、まあ、10マナ目があるなら別件、黒特目で脱出までいけますね。うん、まあさすがに勝ったんじゃないかなと思います。向こうからリアにされたとしても特に関係はないので、うん、向こうがリアにしてきても特に関係はないんで、さすがに勝ったかなっていう印象はありますかね。コウモリ、まあ、こっちはカルノ出しましょう。はい、じゃあで登場ですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、結構いい感じに回ってるデッキなのかなと思います。まあ今回のね、エキサランで出てたカードだけでほぼ組むことができる、てかメインの形自体は組むことができて、まあ追加でエルドレインのカードなんで、実はあと2回ぐらいスタン落ちしても大丈夫なデッキなんですよ。メインのシステムがそういう感じですからね。はい、っていうので結構面白いデッキかなと思います。結構安めに組めるんじゃないかな。まあ亀ちょっと高いかもしれないですけど、はい。で、まあ、今の環境についてのお話なんですけど、多分触るなら BO3 でやる方がよくて、 BO3 の方がゆっくりゲームしてくれるんですよね。でこのデッキって、まあ、土地で戦うことができるっていうタイプのデッキなんで、例えば全体軸さえしっかり構えておけば、まあ、引けさえすればね、ドメインとかにもしっかり勝つことができますし、まあ、相手のね、太陽効果とかにも当たりづらいっていう明確なメリットがあったりするタイプのデッキなんですよ。はい、っていうので、まあ、今回はね、動画 BO1 に撮りましたし、サイドボードまだ組んでないのであれなんですけど、BO3 の方が戦いやすいデッキなのかなって思います。さすがにちょっと赤タンがきついっていうのは、まあ、ライフゲインとか結構多めに積んではいるんですけどね。積んではいる上でさすがにきついよっていうところはあったりするので、はい、その辺含めても、まあ、さすがに、サイドボードありの方が戦いやすいタイプのデッキかなとは思いますね。はい。まあ、そこ以外に対しては結構強めで、この時ミッドレンジに対してめちゃくちゃ強いんですよ。はい、まあ、本当にアグロとコントロールに、まあ、純正コンというか LO コンにだけ弱くて、LO してこないタイプのコントロールには強くて、まあ、LO してくるタイプには弱いっていうタイプのデッキなんですけど、ミッドレンジ以降のデッキに対してまあ強くて、ほぼ土地だけで動くことができるのと、土地を何回も使い回すことができるっていう、まあ、結構いい感じのデッキなんで、はい、まあ、たまにね遊ぶっていうのでは全然問題ないのかなと思います。はい、まあ、ちょっと紙で組んでみて遊んであげるぐらいでも全然楽しいと思いますし、まあ、まだまだ遊び方自体はあると思います。基盤自体はそんな変わんないとは思うんですけど、はい、まあ、イクサラン以外に洞窟ってあんまないと思いますし、今後このデッキがめちゃくちゃ強化されるってことはあんまないとは思うんですけど、まあ、次のスタン落ちでね、赤タンとかが弱体化したら、まあ、相対的に強化されるかなと思いますし、まあ、遊びがい自体はあるデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。